今回紹介するのは「新・コーチングが人を生かす」という本です。ビジネスパーソンに教育関連医療・修行・専門職の方に営業・接客に子育てにテレワークに 一にすべてのコミュニケーション改善に日本のコーチングはこの本から始まった今日すぐ使える一冊ですべてわかる最良の入門書人を生かしながら自分も生き返る本でしたコーチングを学び出して4年学び始めた時に読んだかどうかは記憶が定かではないのですがコーチへの本を読み コーチングを重ねてクライアントからも学びながら今に至っていますコーチングの基本から自分のコーチングの方もできてきた昨今ですがやはり基本は大切だなということを思い出させていただきましたいろいろあった4年でした人を生かすのがコーチングですが生かされることも多くまさに共に学ぶことができる機会をいただくことが多いですアドラー心理学によると 人々の悩みはすべて人間関係に由来するとのこと鈴木さんが番を重ねたこの本のコミュニケーションができたら悩む人も少なくなるかと思いました了書ですコーチングが人生と社会に与えてくるもの5年前自身が起業して悩んでいる時に コーチングを学びました。た。最初は気づきませんでしたしばらくしたら分かってきたことがありましたなぜ自分は周りに理解されないのだろうなぜリーダーとしてからまわりしているのだろうの答えが見つからなかったしかしコーチングの結果、その原因を作っているのは周りの人のせいではなく 人の関わり合いに細かく神経を使っていなかった自分自身の至らなさだったということが分かったのです。努力していると思い込んでいる。私は鈍い。気づきも遅い。でも時間がかかってもこれに気づいたことが喜びでもありました。コーチング体験は人によってまちまちです。私の体験も、 同じように疑問を持って体験した人と体験をシェアすることでしか共有はできません。コーチングもどんどんと進化していることが本書を手に取って理解できました。コーチングで仲間が増えることが社会のためにのなると私はひそかに思っています。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。